みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はダイソーで買った購入品紹介をしていきたいと思います。でですね、購入してるところ、ダイソーで撮った購入してるところの動画も上がってると思うんですけど、今回はそちらのね、購入品紹介をしていきたいと思います。はい、まずですね、一つ目がこちらの浴室でも使えるスピーカーですね。はい、ワイヤレススピーカー、こちら浴室でも使えるということで防水なんですよ。ですごい、なんかね、私の手の大きさなんですけど、めちゃめちゃコンパクトなの。うん、ちょっと開けてみます、ね。前からね、あるのはしてたんだけど、最近お風呂でね、音楽を聴くっていうことをするようになってね。そうなの、私もパパもリミもお風呂で音楽聴くんですよ、最近。だからこれをね、はい、買ってみました。これを買ってみました。どうかね、まだ使ってないけど使ってみるね。今夜にでも使ってみましょう。はい、まず充電しとかないと。そうだね、充電しとかないといけないね。はい、しかもピンクと水色と白があったんですけど、うちの家はやっぱ白かなと。そうだねそうなのか、まあ、うちの家はほとんどモノトーンで作られてるから。そうなの。そう、もう10年以上かも前になっちゃうんだけどね。その当時はモノトーンにハマってて、はい、今だったら多分モノトーンじゃないかもしれない、ね。マジ何色？黄色とか、木の木の何、柔らかい、うん、憧れるよね。憧れる。あまあいいや。はい、はい、とりあえず白を買いました。はい、はい、いいよ、私そういうの憧れるね。続いては鉛筆です。こちらはもう普通になくなっちゃったので買った感じです。この赤青鉛筆。そうだね、そうだ、前短いの使ったもんね。今もね、もうね、赤がないの青なの、両方ともほぼ、うん、なので買いました。続いてはね、なんていうんだっけこれ、ポチ袋。そう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 、それそれ、ポチ袋。そうだよね、まあジップバッグっていうのかな、なんか上にこう、あ、ジップロックのおしゃれ版みたいな感じのまあそうですねやつですね。でね、私がこのモノトーン、モノクロのやつ買ったんですけど、めっちゃ可愛いなって感じ。裏後ろもあるんじゃない。え、うん、黒と、うん、上こっちに白が、こっちひっくり返して見える。これまあ見えるな、うち反転しちゃうんだけど。そっか、二色入りですね。まあまあ、もうなんかこれかわいい、封筒っぽいのになんかこうジップロック、実はジップロックみたいな。いや、ジップロックじゃないけどね。ジップ次いきます。こちらはね、誰買ったと思いますか。リミちゃんいないんですよ。あれ、誰か買ったのかなって思うじゃないですか。パパが買ったんですかね。その買って選んでるところはね、うん、前回の動画に撮ってると思うんで、はい、パパですよ、リミちゃんのために。リミちゃん何歳だと思いますか。もう9歳。もう小3ですよ。下の子はいつまで経ってもね、小さいんですよ、親にとって。いや、パパにとって続いてはこちら、ファン飴。はい、これは私が買いました。はい、この飴すごい美味しいんですよ。中に穴が開いてるから食べやすいよね。美味しいのこれ、うん、本当に昔から好きだよね。うん、昔からよく買うね。だよね。うん、ね、あとはね、あ、今まで絶対買うやつ。絶対買うやつ、はい、でもちょっといつもと違うんだけどね。あと、これママが買いました。なんか収納ボックスみたいなやつ。そう、家にね、もうね、1,2,3,4,5,6個あるんだけど、同じ色が1個しかなくて、ちょっと違う色になっちゃったんですけど、まあ大きさ同じだからね。はい、どうなったか写真撮れたらこの辺に貼っておきたいと思います。はい、多分この辺に。そうね、この辺に。でもなかったらこの辺も白だから、ありませんでしたって感じ。はい、はい、続いてはですね、こちらのね、おー、なんかタルト型のなんか焼くやつね。焼くやつね。どうだろう、お菓子作り、ね、最近お菓子作りハマってて、あとね、そのなんかクッキーの素とか、うん、パウンドケーキのミックスとか、はい、あとね、この
プリンカップ買いました。あ、前コストコでね、コストコで買ったんですよ、いちごプリンの素みたいな、うん、でもプリン以外にもできるんですけど、うん、プリンが一番簡単なの牛乳と一緒に混ぜて冷やすだけなんで、プリンがほんと一番簡単。そうね、これわかんないけど、これ誰買ったの？罪なき唐揚げ。あ、それパパとママが何これって言って、なんか大豆で作られてるとか言って、なんか最近さ大豆でお肉作られてるの多いみたいで、人気みたいで試しに買ってみました。でもね、あくまでも唐揚げというよりお菓子だね、スナック菓子みたいな。美味しいです。はい、食べる？いらない狂気、全力狂気。次になんか、あ、これはガーリック ガーリックトースト用、トーストよこれ、やば。パンにかけるとガーリックトーストになるっていうやつ、ね、すごいねこれ。これめっちゃ売れてた、もうね、2、3個しか残ってなかった。美味しそうこれ、うん、でもう一個ね買いました、それと同じのこれです。ママはなんといってもシナモン大好きなんで、シナモン好きだよね、シナモンシュガーが食べたくなってこれを買いました。あと、あの、あさってて分かったんですけど、うん、型もありました。あ、そうだね、そのパウンドケーキの型、うん、型を買いました、はい、すみません、開け忘れちゃって。ちょっと大きいかもしれないけど、まあいいですよ。まあまあ、あとは、うん、私が大好きなこのニベアのね、ソフバージョン、あ、ソフトバージョン、ソフトバージョン、はい、ソフトと、そう、いいんですよ。好きだよね、本当にいいの。でも今日はあのニベア普通のやつ使いました。お、缶のやつをこう出してこう、なに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 使い分けてるそう、使い気分によって使い分けてます、はい、あとはもうね、うん、チョコレート、あー定番、我が家の定番もうチョコ大好きで、そこにチョコあるんですよ私これ撮ってる、うん、来てこれです。かかと70、でも一応カカオカカオ、今カカオってカカオじゃない、カカオ、ね、噛んだカカオ、あの72%。あ、そう、カカオ 72% 今私カカトって言ったよね、カカトって言ったよね、怖いよ、カカ72% で、ラストなんですけど、これとね、こちらが4つずつあります。はい、でこっちが私が買って、お友達にね、あのクリスマスの時にお菓子を詰めてあげれたらなって、まだそういう予定っていうか、うん、まあ何かに使えたらなと、ね、まだ1ヶ月くらい、ちょうど1ヶ月先だけど、ね、まあ、どうなるかだけどね。あとこれはリミちゃん用に、リミちゃんが友達にお菓子を詰めてあげられるように、そう、リミはちょっと可愛らしく靴にしてみました。こんな感じで、はい、これが4つずつあります。はい、お友達、友達がたまたま同じ数になっちゃったね。1、2、3、4、はい、こっち4つです。で、これも靴の方も1、2、3、4つですね、はい、4つですね。これは中にね、またお菓子をね、詰め詰めしてやりたいと思います。はい、はい、ということで以上ですね。以上ですか。はい、あとなんかリミちゃんのプレゼント忘れてた。こちらラスト、リミちゃんにプレゼント、こちらはね、トナカイとサン、中にいるのがサンタで、この皮がトナカイ皮言い方がなんですけど、すごいなんかね、リミちゃん毎年トナカイ来たがるんですよ。そう、トナカイ好きだよね。なのでトナカイのお人形をあげたいと思います。はい、トナカイが皮なんですよ。皮サンタなんですよこれ。かぶり物じゃないの、なんで皮なの。皮じゃん、皮なの、なんかちょっと違う。以上です、ね、はい、今回あんまりこう美容とかそういうのなかったね。確かになんかお菓子作りとかさ、お菓子とかなんか、まあ、まあ、なんかねなんか美容ないね。あ、でもニベアもあるよ、ニベア、ニベアしかなかったね今回ね。はい、ということで今回はね、ダイソーで買った購入品紹介を紹介してみました。これでだいたい5000円ぐらいでしたね全部で。はい、はい、ということで
それではバイバーイ。みなさんバイバーイ、元気でね。バイバーイ、元気でね。怖っ。さあ、だってもっと低いか。みなさん、あばよ。はい、ということで紹介し忘れたものがね、2つありまして、2つも、1つがこちらの、あのちっちゃくて、両方ともちっちゃくてさ、ちょっと袋がでかすぎてちょっと見えなかったんですよ。で、1つ目がこちらのスイッチのスティックですね。これあのスティックってあるじゃないですか、あのスイッチの、うん、ここのなんか、うん、ここの部分です、うん、ここの親指を乗せるところ、はい、のちょっと大きいバージョン、これをつけるとちょっと大きくて、やりやすくなるみたいな感じです。これ100均に売ってるのすごいよね。そう、これリミちゃんよく使ってて、リミすぐなくすんですよ。まあ私もなんですけど、すぐ取れちゃうね、なんか取れやすいよね、うん、案外ね。で、次にね、この5色リボン、こんな感じの5色なんですけど、これね、あの足しびれた、痛、大丈夫。このね、5色は紙につけたりもできるし、普通にラッピング噛んだラッピングもできるので、はい、買いました。はい、もう落ち着いた、落ち着いた感じだね。足がツーンってしてる今、落ち着いた感じがすごい好き、最近好きで、はい、以上でございました。はい、大変申し訳ございませんでした。以上です。以上です。